左、無縁ハンダ、右、有鉛ハンダハンダとは、ハンダ漬けに利用される鉛と鈴を主成分とした合金である。金属同士を接合したり、電子回路で電子部品をプリント基板に固定するために使われる。材質にもよるが、4から10系程度で超電導状態へと転移する。2003年の ROHS など、環境保全の取り組みにおいて、 鉛を含まない鉛フリーハンダが使われることが多い。ハンダという名称は、金書きされることが一般的であるが、ハンダ、バンタなどの漢字表記がなされることもある。ハンダという名称は、江戸時代初期に成立した金造詞、雄造詞に見られる。この作品は、枕の創詞の物は尽くしのパロディであり、強き者として、漆喰、麦漆と共に、 ハンダが挙げられている。ハンダの語源は不明である。語源説として以下のようなものがある。ロウ漬けには遅れるものの、ハンダ漬けの歴史も古い。紀元前3000年頃には、ハンダ漬けが存在したと考えられている。ツタンカーメン王の墓からも、ハンダ漬けを使った装飾品が出土している。ギリシャ・ローマ時代になると、水道配管も鈴から、 鉛ハンダではンダ付けした記録が残されている。中国では少なくとも紀元前300年頃にはハンダ付けした壺が存在していた。缶詰は19世紀に登場以来、銅や蓋を接着する手法に長らくハンダ付けが行われてきた。19世紀末にハンダ付け機が開発されたこと、蓋と銅の接続に二重巻き込み製法が開発されるなど、 缶の大量生産のボトルネックとなるハンダ付けを軽減する手法が開発されたが、一枚板を丸めて作る銅の部分の接続はハンダ付けを避けることはできず、1966年にアメリカキャンシャによってナイロンを接着剤とする製造方法が開発されるまで続けられていた。日本の漏説の歴史でも漏漬けが先行した。5世紀頃には、 いかけ補修が行われた銅鐸も作られている。奈良の大仏の建造では、鈴に鉛を混ぜた合金である白目が老材として使われ、仕上げや補修のために使用されたと考えられている。貝原駅ラの万ンポウ時には、鈴鉛棒を炭火で溶かして、同容器の漏れを塞ぐ手法が記されている。和漢三歳杖に記述された白目の製法は、鉛一金に、 当鈴重量を練り合わせるというもので、この鉛と鈴の配合比率は、今日のハンダとほぼ同様である。しかし、これらの文献にハンダの名は記されていない。幕末の1866年に初演された川竹木網の歌舞伎表現船田小見橋勘白波には、イカケ屋のセリフに、鉛やバンタの売り物という言葉が登場している。 ハンダは用途によりいくつかの種類に分けられる。鈴の含有率で区別することが多い。用途により太さも異なる。鉛と鈴以外の成分を含むものもある。なお、主成分の鈴と鉛では、鈴の方が効果のため、基本的にハンダの価格は鈴が多いものほど高くなる。GSZ3282 から1999では、 それぞれの成分割合の違いで、SNPB 系が16種、PBSNSB 系が7種、SNSB 系が1種、SNPB 倍系が5種、倍 SN 系が2種、SNCU 系が2種、SNPBCU 系が2種、SN 陰系が1種、SNAG 系が3種、SNPBAG 系が4種、PBAG 系が3種規定されている。金は鈴、シリコン、 ゲルマニウム、アンチモンなどと合金にすることで融点が下がり、金75から80%、鈴20から25%では、摂氏280度で融解を始める。金は高価であるため、少量ながら特に信頼性が求められる用途でのみ、使われ、シリコンやゲルマニウムの半導体での大ボンディングや、パッケージのシーリングで使用される。鉛は、人体や環境に、 有害なので、鉛を含まない鉛フリーハンダや金属を添加した接着剤への移行が進んでいる。ただし、鉛フリー化を行うために導入された元素あるいは化合物の毒性について十分な調査が行われているとは言い難く、鉛フリーであるから環境毒性が小さいと判断することは想計である。ありがとうございます。